梅雨の季節のアレンジは、綺麗に面を出して、艶っぽく見せることです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は、梅雨の季節にぴったりなお団子ヘアのご紹介です。今のね、梅雨の季節ってかなり髪の毛が広がったりとか、パサついたりとか、うねったりとかされてね、かなりまとめる方って結構多いかなと思います。で、その時にね、もうポニーテールだったりとか、ハーフアップでやられる方も結構多いんですけれども、やっぱりちょっと髪の毛がこう降りてたりとか、毛先が出てたりとかすると、少しね、こう髪の毛が広がったりとか、パサついて見えたりもするので、今回はね、まあお団子で綺麗にまとめるっていうのをポイントに作っていきます。全体的にこう面を綺麗に整えて、で、このまとめてるお団子の部分も綺麗に艶っぽくしてる方が髪の毛も結構綺麗に見えますので、このお団子アレンジ、ちょっと面白い作り方してますので、ぜひね、この方法も覚えてみてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まず髪の毛を後ろの部分でまとめます。だいたいまあ下の部分で耳よりも気持ち下ぐらいでまとめるとやりやすいかと思います。で、ゴムで結んでいきます。で、結んだ時に毛先をね、ちょっとこうお団子状にするようにしてください。で、次にこの結んだゴムの部分を一本広げて、で、この毛先を下から上に向かって通します。グッと。そうするとゴムがしっかりと隠れてこんな感じのお団子ヘアになります。あとはね、この部分をちょっとね広げてバランスを調節して、で、あんまり今回の場合はねほぐさないで全然形は綺麗かなと思いますので、これでしっかりと固定されれば完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。もうポイントとしてはタイトに綺麗にまとめるっていうのがポイントです。やっぱりね、梅雨の季節だったりとかで髪の毛が結構広がったりとかパサついて見えるので、しっかりとこの辺もまとめて、で、このお団子の部分もね、あんまりこう広げたりとかほぐさないでしっかりとこう面を綺麗に出すっていうのがポイントになりますので、まあ形を整える程度で広げてあげる、もうこれだけでもかなり綺麗にタイトにまとまりますので、このね、今の梅雨の季節に結構ぴったりだと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。